こんにちは、ジュリアです。カード開封動画513回目は2008年頃から生産されていたバイスクルゴールドスタンダードブルーです。かなり初期の方レッドを開封しているんですが、今回ねブルーも開封していきたいと思います。で、このゴールドのティアテープがあって、これを外すとパッと見はね通常のライダーバッグに見えるんですが、はい、こちらの方裏面を見るとキラキラのステッカーが貼られているので、ここと黒ザシルゴールドになっている部分で判断できると思います。というわけで、こちらの方がねリチャード・ターナーという当時2008年にコンサルタントしていた人が高品質なスタンダードバイスクルライダーバッグを残そうということで作ったみたいです。で、生産数の方が50万個ということでかなり作られているんですが、14年経つとねそろそろなくなっていく感じなんだと思います。じゃあとりあえず開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルゴールドスタンダードのライダーバッグブルーです。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がザ・ US プリングカード CO シンシナティ・オハイオ。ここはね今ケンタッキー州の KY になってるんですが、この表記とかねなかなかもう見なくなりました。上面はポーカー、808のマークはないみたいですね。で、クロージャーシールはゴールドのクロージャーシールで、ティアテープがそのままねゴールドで続いています。で、バック面のキラキラのステッカーはトラディショナリーカットフォーザプロフェッショナルと入っていますね。トラディショナルカット仕様なのは、まあ最近ね全部通常のスタンダードのトラディショナルカットですよね。で、下面はもう最近全く見なくなったシンプルなバーコードとバイスクルポーカー808だけの表示。この時はリサイクル紙ではなかったんですよね。それでは開封したいと思います。はい、フィルムの方はねかなり緩巻きですね。スポスポで抜けていっちゃう感じです。はい、切れ目を入れました。はい、真っ白ですね。特にレッドとね変わりはないと思います。リチャード・ターナーのカードがついていますね。で、ゴールドスタンダードへのメッセージです。で、もう一枚がジョーカーが下面にありますね。で、表面にブランクフェイスで、リピートするからこっちにあるジョーカーがこっちってことですね。黒色の白黒ジョーカーが2枚で、通常のスペードのエースですね。で、中身の方なんですが、完全にライダーバッグの通常のスタンダードと同じですね。品質だけっていう感じです。このくらいの方はね、デッドのゴールドスタンダードの時と同じですね。ハートのエースです。2019年の今回青を用意しました。スタンダード54枚と、2019年のスタンダードの方が1枚分の厚みなので、やっぱりねクラッシュドストックだと思うので、まあ、B ストックかな、薄く作られてるみたいですね。まあ同時期だと思うんですが、まあ一応のところね、レッドのゴールドスタンダードと厚みどうなのかやってみたいと思います。おや、あ、そうかそうかそうか、2枚外してないですね。あ、同じだ。はい、やっぱり厚みは同じですね。そりゃそうか。で、もちろんのことながら爪の方は抜群に高品質ですね。弾力の方はバック側から若干柔らかいですね。フェース側から普通ぐらいです、はい、反りがほぼない。最近のやつと同じなのかな。で、トラディショナルカットって書いてるので、まあトラディショナルカットでしょう。はい、スッと入ってきますね。はい、現代でちょっとね両方入るかもしれないので一応やってみましょう。入っていかないですね。トラディショナルカットです。はい、
バイスクルゴールドスタンダードブルーを開封しました。これで、まあ、普通にライダーバッグの中身なんですが、ピースの方も、まあ、シンシナティの検証という感じでやってみました。厚みの方とか品質はね、完全にゴールドスタンダードレッドと同じなら、まあね、まあそれはそうですよね。というわけで、まあ、高品質デックが残ってるうちに残り、まあ、買っておくっていうのもいいと思います。それではジャンル当てします。2019年のスタンダードとは、19年の方が1枚分の厚みなので薄いです。トラディショナルカット社の高品質、まあ、USB-C 指定なのでどっかのコラボとかではないですが、当時コンサルタントしてたリチャード・ターナー氏とのコラボではありますね。デザインコンセプトではないですね。コンセプトは高品質なコンセプトです。でそろそろね、いい加減にレアレックになっていく可能性はあります。で数量は限定というほどではないですけど、50万個の生産みたいですね。バイスクルゴールドスタンダードブルーでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。